こんにちは、徳島探検部の中尾正人です。川を上がってくる途中にですね、ちょっと面白い場所を見つけましたので、ぜひ撮影したいと思います。ここはですね、6月ぐらいから田植えをするのか、それとも、年中こうなっているのかわからないんですけれども、もうすでに水は入れてあるんですが、田植えをしていない田んぼですね。ですぐ横がもう日和佐川になっておりまして、でこの水はどこから引いているかっていうと、ご覧になりますでしょうか、泉水ですね。山からの水を、川の水も、用水路で来てるとは思うんですが、ああやって冷たい、もう川の水を、山からの沢の水を引いてあります。そしてですね、見えますか、ですね、小さい魚が、多分稚アユじゃないかと思うんですが、川から引いてきた時に一緒にですね入ってくるんですけれども、あの辺にちょっと群れがあるのと、こちらにも本当に小さいメダカぐらいからちょっと 2,3 センチぐらいまでいるんですが、ちょっと見えづらいですかね。で、私が小さい頃ですね、こういったところに赤原イモリですとか、ですね、いろんな川の田んぼと川の両方のいろんな昆虫ですとかいたんですが、あとはうちの方ではですね、ホウゼって言ってたんですが、カワニナですね、そういったものもいたんですが、泥の上にですね、貝が張った跡があるので、どこかには何かいると思うんですが、ちょっと潜ってますかね、昼間だと。さあ、この辺の冷たい竿の水で何がいるのか、ちょっと見ていきたいと思います。